こんにちは、今回は抽象画を描きました。で、前回の抽象画の動画の時はね、ペインティングナイフと、さまざまなハケとか筆の種類によってその使い分け方とかをね、詳しくナレーション解説を入れたんですけども、で今回は、解説はなしでゆっくりと見ていただこうかなと思います。で絵を描かれる方にはね、このペインティングナイフ一つとっても、様々な、ナイフの使い方を取り入れて今回もね描いております。それからこのナイフと、刷毛のタイミング、このね使うタイミングや使い分け方とかをね、そういったところも、楽しんでね参考にしながら見ていただけるといいかなと思います。で絵を描かれない方にも、どんどん変化していくこの画面を楽しんで見ていただけたら嬉しいなと思います。それでは最後までゆっくり見ていただけたら嬉しいです。それでは描かしちゃうください。
you